いや,いやいや、いやほら <laughs> やばい。<laughs> やばいって。<ー>よろしく頼むぞ。3、2、1! 1> さあ、始まりました。ん今のなんだうん。三者面談。え ってことは、あれご両親来るのうん。あ藤原のパッパあれなんか出てきてた気もするなこの藤原パパ。どうだっけ <laughs> もうちょっと忘れちゃったなえ、けど、かぐやのあれじゃないお父さんとここ、いや、ポケモンか、今のは。うん。<laughs> いや、最後の今の何ね <laughs> 何してたの今、今の。 てか、かぐやのあれ出てくんの今回。うん。石神くん。迷う。おう。ええ <laughs> いやいや、なんでこんなあれなの <laughs> ああ。お、お兄ちゃん。こんなお兄ちゃんいたんだっけ <laughs> いや、そこも忘れてるなーああ。 まあね、まあ大体そこら辺考えがね、明確にならなくて大学行くってパターンも多いもんね。うーん、法学部、お似合い。えいやいや石神<上>くん <laughs>、言い過ぎ。い <laughs> やいやいや、も、返しが秀逸うん。ん 何どういうこと今の。なんで後ろ向いちゃったの進学ってなるとやっぱお金がかかるから、その家への負担を思ってのあれなのかな今の演出は。それとも、そのかぐやと同じ大学に行きたいけど、例えばそのかぐやが行こうとしてる大学とかが、 そのものすごい高いとことかになる可能性とかを考えて、なんかそこら辺ちょっと悩んでるみたいなことなのかな今の演出は。え、わからないなあ,あ、あてか三者面談ってなるとあれじゃないこのお父さんも出てくるんじゃないの白金の。これ、かぐわさんの、あれかなご両親とかを、 このみゆきのパッパと遭遇するパターンとかもあんのかなええー、そしたらちょっと面白そう。早坂は早坂もなんかあんのかみんなこのだって世代の人たちは来てるんじゃないのいや、どうなるだよ、これ <laughs>。いや、もうお話がもう絶対面白くなる予感しかしないんだけど。あと、藤原のパパって出てたっけあ、 CM なしだ。うん。生徒会は進みたい。進みたいってどういうことかなうん、ピアノね。得意だもんね。うん。やっぱあれかなお父さんの仕事じゃないけど、外交官みたいなの目指すのかな <laughs> でかい夢が <laughs> いやいや、わかんねえよ <laughs>。冗談なのか本気なのか <laughs>。ねえ <laughs>。それな。あ、来たあ、いないパターン。うん。忙しいのかな。代わりなおさんん早坂のママうーん。 お、お、来たかわよえいや、そしてめっちゃ嬉しそうおいや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 、美人んー、やっぱ来ないんだねーけど。えかわいいえちょ、っといじけてるじゃん。あー、このために。えそうなのー <laughs> あーちょっと前回から様子変わったかなあてか、<laughs> もうスカートー。やばー、もうちょっとこの速さか。かわいすぎる。あー。こういう親子関係がね、え誰何これえ <laughs> 何何何 いや、知らない。ああ出たパパうん。いや、早く着いたのかなうん。<laughs> そこね。<laughs> 困ってらっしゃる。<laughs> いや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 もう、お父さんセクハラ。うん。てか、ここがあれだ。 あっちゃうんだね。いやいやいや。気が早い。うーん、好きな人の。<laughs> お金払えるんだ。<laughs> それでいるのね。うーん。えいや <laughs> いやいや、それは通らないだろ、さすがに。<laughs> 気が早い。<laughs> いや、面白いんでしょ。うん。いやいやいや、挨拶してる。うん。じリの母。で本当に忙しくて、あれなんだろうね。この人が育ててたんだろうね。<laughs> 確かにね。まあ、そうなるかもね。うん。うん。 パッパー、肩書き素晴らしい。今ああ、キャリアコンサルトントとかだからか、三者面談で。えいいのそんなんありなの <laughs> 楽しんでる。<laughs> うん、言ったよ。 もう学校の先生困惑じゃないあれ白金さんのお父さんですよねみたいな。ああ四条さん外部なんだねうん、柏木さんは内部。ああ翼くんねうん、外部。<laughs> いやいや、転職。<laughs> もう、そのまんま生涯さ、就職して <laughs>、うん うーん、やっぱそういう風になるんだね。<laughs> いやいや、パパ、違うよ。いや、ママも違うよ。<laughs> けど面白い。ええー、けどそして悲しい。うーん、そこねー。えなんだ呼ばれて、校長に。うん。 え何えー、海外なのそういうことか。えー、バラバラになっちゃうじゃん。うん、それでオープニング行く前にあれだったんだ。 ええー。いや、もう、かぐやも、スタンフォード行っちゃいないよ。おさあ、始まりました、後半。いやー、これ、スタンフォードに、かぐや行くとか、そういう流れになんないかな。あー、小倉世帯2。うん、これ結構、大事な話になるんじゃない このタイトル。デートに。ま、まあね。いや、もう、てかそこ意地張らずに告白しちゃえば。告白した後の色々もあるでしょう。行く前に。まあ、けど、忍宮なら最悪告白して付き合えれば、スタンフォードくらいすぐ来れるかな。プライベートジェットとかで うん。今週末。あ、それに行こうとああ、偵察がてらのデートか。うん。いや、遠回し。いや、軽いか、今の。ノリ的に。かわいいなーうん。 いや、断られそうなんかけど、なことない。あれええー、いや、そこ、うん、そう、あれだよいや、それ、それ、なんで今もう気づかないの最初に。バカ。 うわもう、潜在一遇の。あまた落ち込んでるえ <laughs> 何そんな速さか。うわいや、けどまたなんか考えてくれるんじゃないかないや <laughs> いやいやいや。だからいろいろあるんだよ。うん、かわいいんだけど。 うん察してほしい何か気づいてほしいないやー、これ知ったらどうなるかないや、それは無理だよ。いや、サマータイム連打じゃないんだから。うん。うん。あーナイスアドバイスいやー、頑張って、頑張って。 いやーけど、本当になんか、あれだね、最終回っていうか、あれなんだ、終わりに向かってるんだって思っちゃった。今回のこのストーリー。うん、<laughs> これな。いや、藤原を何だと思ってんだよ。うん。ああ、いいよいいよ。い,い,よ <laughs> いや、もう、なんで二人ともこう、あれなんだろうね。遠回りというか。 素直に言えないんだろうね。まあ、そこが面白いんだけど。うーん、行こう行こう。さあ、会長。え <laughs> いやー、そういうことじゃないんだけど。うーん、そっち。 わ <laughs> かる。<laughs> そういうの、手のひらね、緊張するとね。いや、ちょっと早く返して。<laughs> もう可愛いんだから。うん。もうピュアピュア同士で。<laughs> 頑張れ。行 <laughs> けよ。誰か。うん、誰か来んのか おー石神大丈夫か頼って。えうわーもうダメだ、これ。<laughs> いやいや、しかももう、あー <laughs> え、なんかメーターみたいなのが出てる。下がってくの。<laughs> うわー やらかしてくれた。うーん。いやー、生徒会にそんなこといや作るかえ <laughs> いや、もう、一緒じゃねえかよ。いいのさ。いいのさんやめて。もう今は、また下がっちゃうから。で、次はね、藤原くんのか <laughs> 一見まともっぽく。一見なんだね。うーん。まともな感じではないやつ来たけど。<laughs> うーん。先手必勝。おう。いいよいいよ。いいよいいよ。ここまでは。あ、わかった。<laughs> 見えた。ちょっと振り切ってくれ。 もう、ちょっと <laughs>。いや、頑張ってよ。行こうよ。うん。そうね。それね。二人で行けば。いや、頑張って行ってくれたんだ、今の。うん。よしよし、もう、もうこれ一緒に行こうって言ってるようなもんに聞こえるけどね。もうここまで来たらさ、 うえ何を言うんだよ、藤原。<laughs> もうやってくれたわ。<laughs> 最悪。<laughs> メーターか。ええー、行ってきたんだ。いや、なんだかんだめっちゃ楽してんじゃないさあ。 藤原。んギターかうん、ギターもできんのすごくないかあなた。いやいや、音楽関係本当強いんだね。ああ、小倉世帯続いてるね。うん。大不評。あギター用のってこと。うーん。 いや、できんのねそういうの。<laughs> ほら。<laughs> そうなるよね。藤原からしたら。うん。<laughs> ポンコツ。そうな。<laughs> いや、自分に甘い。<laughs> それな <laughs>、えー。それでどれだけ苦労してきたかな藤原が。 うん。<laughs> 客観的に見てる。自分のことめっちゃ <laughs>。うん。んあららら、そっち行っちゃった。うん。検証うん。何すんだんいいのになんかあれかえいやいや、大丈夫これ。いいのの思考を。 結構いろいろ、こんがらがあるから、誤解しないいや、ほら、この感じ。いや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 、そんな聞き方したら誤解しちゃうよ、この子、きっと。うん。いやいやいや、ほら <laughs> やばい。<laughs> やばいって。いや、かわいい。かわいいけど、これもし、かぐやが知ったら大変じゃなあ、うん、藤原来た。うん。 いや、ちょっと大変なことになっちゃった。<laughs> 速攻で藤原にも。<laughs> やりいや、こんな言葉使うのね、あなた。うんいや、藤原どうなの <laughs> うん。えぇ、ー、ダメなのね。いや、かわいそう。 くだけ散ってますよ。うん。うん、そこ気づいてくれてよかったけど。うん。そう、だから、ミコちゃんちょっと誤解だから、ね。うん。え <laughs> 確かに。 うーん、けどやり方はもう少しあったでしょう。あなた頭いいんだから。うん。ああ、えー、かわいいなう。ん、割と。えへ <laughs> グミ <laughs>。いやいや、ちょっときついて。いや、ほら、もうただでさえメンタル崩壊してんのに。いや、もう意識抜けちゃってるじゃん。おお うん。うん。ただ、いや、けど、こっからさらにひどいこと言いそう、ミコが。え何 <laughs> そういうのやめてあげて。見た目のそういう攻撃はきついって。うん。いいのの。 タイプ。性格。えうん。いや、これ誰なんなのベルサイユのバラみたいになってるけど。おじさんもいないって。いやいやいや、いないいない、こんなの。世の中に。いや、けいちょっとあれが石神くんっぽく見えるんだけど、後ろの。ねえ。 <laughs> いや、ほんとに。もう十分顔があれなんだけど。イケメンなんだけど。うん。うん、それなああ、藤原。うん。おん、いい考え。いやー、ねえ、会長、確かに。 いや、けどそう思われるのもちょっと嫌だけど。わ <laughs> からないんだね。ああ<おー> <laughs> いや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  <laughs> ちょっと、もう何回繰り返す <laughs> いや、落とすだけ落とすな。大丈夫。大丈夫だよ。かぐやは好きだよ、会長のこと。あー、で、万音じしてきた。<laughs> やばいね。ジャッキーが。 えそんな話だったか違うだろう。うーん。ねえ。<laughs> いや、もうちょっと元気出させてあげてよ。もう灰色になっちゃってるじゃん。ないって言って、ないって。来い。うーん。 ああ、けど立ち上がるじゃん。もう一気にこれで天空になっちゃうんじゃないほらね <laughs>。まあそうなるわな、会長なら。いやいや、けど本心なんでしょおい、おいおい。あ、石神くん。うん。まあね、ちょっとね。 <laughs> よく言った。<laughs> まあね、確かに。<laughs> う<ー>ん。<laughs> いやいや、全女性きついて。<laughs> うん。お前が言うかみたいに思われんじゃない。だいはね。<laughs> うん、難しいよね。<laughs> そのくせ人には言っちゃうんだよね。<laughs> 勝利なんだ。 <laughs> いやいやいやいいない,いよ、きっと。いたらいいけどさ。もうまさかのこのね、ワードよ。いいのさ。なかなかきつい、えぐいワード使うよな。もうあの時どうなるかと思ったけど、藤原が来なかったらさ、ちょっとみこちゃんちょろいから、勢いに流されちゃったんじゃない誤解のまんま。まあそうなんなくてよかったよ。そしたらもうめちゃくちゃほら、こんがらがっちゃうじゃん、お話が。 いやーけど、もう会長どうなっちゃうんだろう。スタンフォードって。で、結構みんなバラバラなのね。もう登場人物の人たち、外部とか内部とか。だからこの高校生活が終わったら、まあこのメンバーが一堂にっていうのはないんだよね。まあそもそもだって石上くんとかいいのに関しては学年も違うわけでさ。 うーん、本当に終わろうとしてるんだないやー悲しい。いやぁ、かぐやがなーなんとか、あぁ、えぇ、ー、これ、あれじゃねエンディング、変わってないかんなことないなんか変化あった改めてやって。なんなことないか失礼しました。 いやー、一緒にいてほしいな、この二人には。 あと、今回、あれだね、とうとう、早坂のお母さんまで出てきたね。もう、めっちゃ美人ですさ、あの、早坂がめっちゃ可愛かったんだけど。さすがの早坂もね、お母さん目の前にすると、あんな甘えちゃんだね。普段ちょっと頑張ってる分ね。まさか、あそこで、かぐや様の三者面談にさ、早坂のママと、白金のパパで挑むとは思わないよね。また、それを許しちゃう学校もどうかと思うけどな。けど、なんだかんだ、あの、白金のお父さんはさ、ちゃんとさ、自分の息子が海外行くって分かってんのに、まあ、この子供たちの、 その恋愛だからあえてて口出ししないいいってとこがいいよねあんだけチューとかさセクハラはするのにさそういう大事なことは自分たちの口で言わせようって思ってるわけじゃんただここら辺ほんと早くちょっと行って進展してほしいよねそして最終的にねこの二人の恋愛頭脳戦がどういうね幕を迎えるのかね,ねまたこれを楽しみにねこれからも見ていきたいと思いますはいというわけでね以上動画部つ破お送りしましたバイバイ